まあ、今回見た5件ってのは本当それぞれ全然違って、オリジナリティがあって独自色強くて、まあ、思いも強い5個の蔵を見て焼酎の可能性というか、ね、やっぱり蔵に直接来て見て蔵元と話すことでより理解が深まったなと思ってます。あの若い蔵元や、30代、40代前半の、蔵元もたくさんいて、とても新しい酵母を使ったり麹使ったりして新しい飲み方だったり提案してきてくれてます。それを、まあ、僕たち飲食店がさらにこう料理とのペアリングであったり、面白い提案性だったりできたらもっともっと飛躍していくんじゃないかと思ってます。あの今回本当こういう機会をいただいて、もっと僕らもやっぱそのまず地元に入って、でその土地の風土をまず知って作り手の思いを感じて、その思いも一緒にこうお客様の方に伝えられる、そういう担い手になればすごくあのいいかなというふうに感じました。ワインとか日本酒では難しい料理という合わせていくの上で難しい料理というのも私自身は結構たくさん感じていて、そういった時に焼酎というものの役割というのが強く欲していますし、蒸留酒ならではの保湿のない体のこう楽さというのもあるので、間違いなく広がっていく可能性を秘めているのがその焼酎というその味わいなのかなというふうに思います。どんどんもうその自由になっているし、まあ、ジンも作ってるし、まあ、ウイスキーも作ったり、もういわゆる焼酎がおじさんの飲み物っていうような世代から変わっていって、これから彼らがきっと変えてくれるし、僕らお店としてはちゃんと美味しいものを伝えるという仕事をしていって彼らの応援団長になってきたと思ってます。全然違う時代のお酒っていうのはできてきて、でこれをいかに、まあ、知ってもらうかっていうのが大事なのかなと思ってます。今回一緒に来てくれたシェフやソムリエや飲食店のオーナーのみんながやっぱりそれぞれ情熱とオリジナリティを持っていて、情熱と情熱が ぶつかり合って、その蔵元の情熱と僕らの情熱とぶつかり合って、それがそのいい形でいい場所でそしていいお客さんたちに伝わることで、それがまたさらに伝染していくかなと思ってるので、今回やっぱみんなもすごいいろいろ感じ取ってくれたと思うし、これをまあ日本全国の皆さんにどんどん伝えていきたいなというふうに思ってます。